しんちゃんママありがとうございます。しんちゃんママありがとうございます。ね、お子さんが寝たのにもう、寝るって言ったけど、ありがとうございます。しんちゃんママ、ベリちゃんさんからお茶まくし、ベリちゃんさんからお茶まく100、またお前がお前がお前がアラムのセキュアウィンドウズビルゲイツソフトバンクソムえらいこっちゃあらっす、あらあらあら、三宅さんありがとうございます。トムくんこさんありがとうございます。来てますありがとうございます。なんだか意味がわかんないんだけどね。お金投げてくれてるんですよ、みんなが。あ、そうなの、わかんないんだけどね。あー、しんちゃんママからお茶幕100、ありがとうございます。お茶ありがとう。高井さんもありがとう。お前がお前がお前 が, お前がアラブの石油王、ウィンドウズ、ビルゲイツ、ソフトバンク、ソマスシ、あー、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、春日だ、どうも、はい、ありがとう。お茶箱50が500円で、ベリーちゃんもありがとう。お茶箱100が買う方が1000円なんですよ。その7割ぐらいが来るかなみたいな、うん、あ、そうな、うん、意味が分かんねえんだよな、私は。あれ、ありがとう、しんちゃんママナイス、うーって、ありがとう、ありがとうございますねえ、ありがとうございます。しんご、あの川のな、もう終わったの？終わったの？まだ30秒ぐらい残ってますけど。あ、そうなん。妖精さん、お茶場、あ、どっかですねって。なんかわかんないんですよね、高弘さん、意味が。はい。私ね、こういうのやったことないでしょ、うん、ふわっちしか。だから意味が。あ、小豚さんから、あら、小豚ちゃん。あらあら、あ、小豚さん。はい。お前が、アラブの石油王、ウィンドウズ、ビルゲイツ、ソフトバンク、ソンマ、そして、えらいこっちゃー。小豚ちゃんありがとう。小豚ちゃんありがとう。お茶幕タイム終了。ありがとう。小豚ちゃんありがとうございます。小豚ちゃんありがとう。お茶幕タイム終了しました。ありがとうございます。皆さん投げてくれてありがとうございます。どうも。本当ありがとうございます。ありがとう。慎吾、あのね、川の流れのようにって歌ってくださいって言われたんだけどね。はい。うん。歌えるんかね。何を言ってる。だってさっき出たんだよ。ああ。うん。あの、ひばりちゃんの川の流れのようにを歌ってくださいって言われたんだけどね。はい。うん、なるほど。うん。ねえ、そうですよね、皆さん。聞きたいですって、しげそうさんがね。はい。うん。あ、高弘さんがお茶箱、箱つん、お茶タイム終わりましたって。なんか意味がわかんねえんだよね、全然ね。だから3分間だけしか投げれないんだって、投げ銭が。あ、そうなん。お母さん一生懸命ですよ、おし。うん、おしりちゃんが27分したら3分間の間あるんですよ、うん、30分に3分間の間。あ、そうなん、まあ、歌いましょうってよ、歌いましょうって言ってくれてんだけどさ、ひばりやんってあ、なんかね、なんかあれだよね、川の流れのようにって言ったんだけどさ、はい、あら、悲しき口笛、あら、悲しき口笛だって。丘のホテルの赤い紐っつんだよね。なんとかのなんとかが消える頃、港小雨が降るように、いつも悲しい口笛が、なんとかのなんとかに、なんとかのなんとかに流れゆくっつんだよね。そうですよね。私これ出ないとね、文句が出てこないのよね、やっぱりね。うん、カラオケに行こうってよ。あれが、ありがとうございます。歌好きなんですよね、私はね。ほんとね、お上手ですだって。ありがとうございます。アカペラでね、いいねって。アカペラでもいいってよ、信号。うまいって、ありがとう。見たまみんこちゃん。あ、見たまみん、あれ。や、優しき人に幸あれ。うまいですねって。ありがとうございます。ありがとうございます。上野発の夜行列車ね。これあれだよね。一人で配信できますかって。あ、心配ですって。私できないんですよね。何もで知らないのよね。うん。いや、上野発はね。上野発の夜行列車降りた時から、青森駅は雪の中っつね。北へ帰る人の群れは誰も無口で、
海なりだけが泣いて、私も一人連絡船に乗り、凍えそうなカモメ見つめ泣いていました。あらららら、津軽海峡、冬景色。このくらいですね。すいませんね。慎吾、あれ歌いてんだけどさ、あのさ、港の女、大月みやこ。ある大月みやこの港の女かけてよ。早く。早く。大月みやこいいんだで、ね。あれはいいよね。あの、ほら、あれが出た大きい光さん。あの、あなんかプロのなんだっけ、あのプロ。パチスロのよ、沖ひかるさんが前に来てくれてよ。沖ひかるさんよ、あんた。港の女よ、あんた。いいで。これいいよな。めっつらんな、多分死んじゃうね、カラオケから。やばいな、これ。音でかくしちゃう、音。音でかくしてくんね。500割なんてことはないよな。音でかくしてくれよ、もっと。はい。音でかくしてくれって言うの。いや、これできないですね。マットでかかったで、この間。できないんです。口紅が濃すぎたかしら、着物にすればよかったかしら、二月前に函館で はぐれた人も長崎へ、追えば人よが死ぬほど長い、私は港の通い妻。いいですね、大月みやこさんの歌は。こういう歌は好きですよ。女心を歌ってますよね。本当にいいですね。やばい、500切るのはやばい。信じても一人になるとプツンと切れる二人の絆、確かめ上がった横浜の桟橋離れ潮構え、向かうあなたがもう気にかかる、いつまでたがっても恋よ。じゃあもう歌わねえよ、サンバ歌ったら。いい？488になった。あら、そう。あら、歌歌ったら一覧下がるのね。そうです。なんでかしら。つまんないからです。あら、歌つまんないの？自己満だからです。そうですか。歌の好きな人もいらっしゃるのよ。じゃあこれで終わりにしますわ。海猫の声聞きながら港の宿であなたを待てば、訪ねる船は青森にゃ、寄らずに佐渡へ行くというつらい知らせは慣れっこだから、容疑者で真冬
ら